1524年大永4年夏、毛利元就は新たに選ばれた側近を率いて出陣しました。毛利軍の役割は雨子方の後詰めとして、大内軍に包囲された佐藤金山城を救援するためのものでした。申し上げます、熊谷を先鋒とする毛利香川の軍が根の坂まで近づいております。待っておったぞ。殿、お待ちを。はい、分かった。根の坂か。根の坂なれば。お決まり。お決した。いざ。殿、なりませぬ。朝を待ちまする。はやって万が一不覚を取っては大内の名に傷がつく。まして殿は初陣にござる。お決した。朝を待ちまする。さよう。今しばらく黙れ。法力を立てば武田は孤立し、城を出てこよう。さすれば真っ向から戦える。流行ってはなりませぬ。よし、出陣じゃ。おうちが動きました。総勢2000にござります。2000。ああ、東方香川勢と合わせても400。構わぬ。我らにしてみれば地元地の利を生かし十分に戦ってみせる。なるぞ。殿、毛利の下が。毛利、何用じゃ。追い返せ。毛利家家臣桂元住にござります。我らも尼子常久殿の命により出陣してまいりました。我が殿より今宵の合戦いかに手配りをいたすべきか何なりと申し付けくだされとのことにござります。ありがたき申し出にござります。合力には及ばぬとお伝えくだされ。殿。殿。熊谷殿、我が殿は申しておりまする。心置きなくご指示をと。合力には及ばぬ。参るぞ。合力には及ばぬか。信長にしてみれば父親をわしに殺されたと思うておるゆえ、そうも言いたかろう。御意、いかがいたされますか。大内の数は5倍ゆえ、熊谷殿に持ちこたえられるはずはござらぬ。よいか、ただちにな、この熊谷殿の陣の後方100軒あたりのところに断崖がある。そこに兵を置くのじゃ。殿、熊谷殿の恨みを解く絶好の機会にござる。さよう。旗差し者を打ち振り、大いに熊谷殿に合力いたしましょうぞ。さよう。いやいやいや、熊谷殿にはな、それと気づかれぬように合力いたせ。殿、熊谷殿のしこりを取り除かんとするなら、それと分かるように動くのが良いと。いやいやいや、分かられぬ方が良いのじゃ。何故。戦というもの、働きを分かってもらえばこそ、恩賞もあれば覚えもようなるもの。よ、分かられぬように働くなどとは。大児玉殿。あっさよ、古来よりなこそおしげ。無用。さあよいか、すぐさま断崖に兵を配置するのじゃ。はあ、参るぞ。はあ。桂元住、児玉成忠に率いられた毛利軍は、元就の指示に従い密かに熊谷軍の後方の断崖に布陣しました。
内軍は毛利軍の奇襲によって手ひどい打撃を受け、大内義隆は兵を引きました。殿、毛利家桂元住殿参られました。ご苦労にござった。まことご苦労にござった。熊谷殿、こたびの御奮戦お見事にござりました。我が殿も感服いたしておりまする。ありがたきお言葉、かたじけのござる。いずれこのままでは相すむまじく、再度の折も何なりと申しつけくだされと我が殿は申しております。いや、かたじけない。ごめん。今のもの確かに再度の折と言うたな。はっ。殿、背後から突然援護してくれたは毛利勢ではございませんか。さよう。元就はかつて大殿を討った詫びに目立たぬ剛力をしてくれたに相違ござらぬ。褒めてやってくれ。そっちもことのほかよ働いてくれた。かたじけないかたじけない。そっちはな、いつも毛利のことを考えよう働いてくれるの。かたじけない。礼を申すぞ。礼を申す、礼を申す。さ、思う存分飲んだがよいぞ。お、そっちは餅を食え。餅を。よいか。いつめでござるか。さあさあさあ。毛利が合力いたしたとは気づいておらぬようにござりました。そうか。熊谷殿、参陣。通せ。は。これはこれは熊谷殿、こたびのお働き、元就舌を巻きましたぞ。元就殿、こたびはさすがは一騎当選の勇者のお家柄でござる。それがし、改めて。いや、時に熊谷殿、酒がお好きか、それとも餅が好きか。いや、熊谷殿、どちらがお好きでござる。酒。さようでござるか。さ、指示。さあさあ。それではな、思う存分お飲みくだされ。好きな御仁にとっては酒は百薬の長。家臣の中には上戸もおれば下戸もござる。それぞれ好きなものを与えねば家臣たちは喜びますまい。殿は上戸には必ず申されます。酒は良い、心がおおらかになる百薬の長者と。下戸には必ず申されます。酒は用ない、喧嘩のもとになる百害の長者と。この戦で熊谷信直は過去を水に流しました。熊谷の恨みを解くという家臣児玉成忠の狙いは元就の知略で見事に実現されたのでした。いや、おなめください。